フィードモントは、米国のローリーとシャーロットを結ぶ旅客列車。1995年から運行され、アムトラック及びノースカロライナ州運輸局が共同で運営する。ニューヨークとシャーロットを北東海路経由で結ぶカロリニアン号の姉妹列車である。1990年から運行されたカロリニアン号の利用者増加に伴い、 ノースカロライナ州の州トローリーと最大都市シャーロット間でカロリニアン号とは別の列車を運行することが州政府により計画された。アムトラックが運行に難色を示したためノースカロライナ州運輸局が客車をアムトラックから購入ディーゼル機関車をアムトラックからリースすることとした。ローリーシャーロット間の線路を保有するノーフォークサザン鉄道が求めていた。 シャーロット駅の改築等を経て、1995年5月26日に運行開始。2010年6月5日からは1日に往復に増便された。2011年からは、連邦政府からの4.6億ドルの資金をもとに、ローリー駅の改築も含めた設備改善事業が開始。2018年6月4日より1日3往復に増便され。 2023年には4往復への増便が計画されている。ローリー・ケーリー・ダーラム・バーリントン・グリーンズボロ、ハイポイント・ソールズベリー・カナポリス・シャーロット、ボブ・ジョンストン、ノース・キャロライナ・デビューズ・スピード・モント・サービス、トレインズ・マガジン、コンボック・パブリッシング、レール・ニュース・ニュー・ m i ディー、デートレイン・ブース・ノース・キャロライナ・イスアム・トラック、ライダーシップ、ホーレール・ロード・キャリア・プロフェッショナルズ、 プログレッシブレールローディング。2021年1月7日、閲覧。マーチ22、ノースキャロライナリーチズファースト、トレーンディール、トレインズマガジン。trainsmag.com。2021年1月7日閲覧。レールサービスビーイングアディットアクロス NC。ncnn.com。2021年1月7日閲覧。フォローイングティリスプッシュ。 デパートメント・オブ・コマース・アワーズ八十ドル・ミリオングラントツー、ノース・キャロライナ・ディオティトム・ティリス US センセネター・フォー・ノース・キャロライナ二0二1一年一月七日閲覧ありがとうございます